こんにちは、玉置です。今回は呪術廻戦のビジュアル色紙コレクションをワンボックス開封してみていきたいと思います。それとこちらのチビぬいぐるみとボールテーマスコットの真人が発売されたので、こちらもついでに見ていこうと思います。おお、ずれる。ではまずはこちらのぬいぐるみから見ていこうかなって思います。とりあえずね、全部こちらの袋を外し合いたいと思います。ではまずは真人、ボールテーマスコットの真人からです。こんな感じです。ちゃんとね、これ顔色がねちょっと悪いんですよ。これがね、この前ローソンさんで先行発売されたスクナなんですけどね、ちょっと肌の色が違うんです。かわいいね。ちゃんと目もね、色が違うし、この服はね、すごいなんていうの、簡略化されてるっていうか、プリントだけなんですけど、あ、髪の毛がちゃんと、ちゃんと束になってます。おお、すごいかわいい、ね、このシリーズはかわいいですよね。ね、スクナの方もあのローソンさんで先行発売はされてたんですけど、真人と一応ね発売日は同じだと思うので一緒に売られてると思います。でこちらがチビぬいぐるみですね。こちらもいつもの感じのクオリティです。こんな感じですね。お、真人の方のがあれだね、ちゃんとひらひらなってる。スクナの方もこれがちゃんとリボンになってて、こんな感じです。よっと。それではビジュアル色紙コレクションを見ていこうと思います。まずはパッケージ確認です。こんな感じです。なんかこれ見た感じ白押しっぽい感じなんだけど、どうなんだろうなね。でラインナップがここにいつものように載ってますね。エンスカイさんのこの箱のシリーズはだいたい後ろにこうラインナップが全部載ってるので分かりやすくていいですね。でこちらね、最初ね9月に発売日が変更になりましたよっていうお知らせのメールが来たんですけど、なぜか8月中に元々の発売日なのかなに届きました。これ私アミアミさんで予約してたんですけど、なのでホビーショップさんだともう販売されてるのかなっていう感じはするんですけど、スーパーさんとかコンビニさんはねちょっと流通が違うらしいので、まだね入荷されてるかどうかはわからないです。バンダイさんの食玩だとね発売日がちゃんと発表されるんですけど、その他のメーカーさんだとね結構曖昧なことが多いのでね、何月中旬とかそんな感じなので、ちょっとねこれもねちゃんと、発売されてるかどうかは、スーパーさんとかねわかんないので、ちょっとねお店で確認してみてください。それではテープを外して開封してみたいと思います。ではオープン。じゃん。おお、こんな感じですね。よいしょ。で個別のパッケージがこんな感じです。でこの野原ちゃんかわいいですよね。こんな感じです。ではこの上をね開封して準備したいと思います。それでは見ていきたいと思うんですけど、一応ね順番を崩さないように開封したので、配列が気になる方はご参考にしてください。で16パック入りで16種類なので、多分ねエンスカイさんのやつなので全種類揃うとは思うんですけど、なんかねそうじゃない箱を引き当ててしまうのが私なので、ちょっとドキドキしながら開けていこうと思います。では5個目、せーの。お、じゃあ、ユージ、どっちのユージだ。あ、この下の段のユージか。お、じゃあこっちから順番に入ってるのかな、ちょっとよくわかんないけど、やっぱりここ箱押しでしたね。かっこいい、この筆でね書いた感じとかがいいですよね。ちょっとこの色紙は豪華なんじゃないかい。ね、いいな。2個目。お、東堂だ。あ、別にじゃあ順番にこの通りに入ってるってわけじゃないんだね。割とバラバラかね。他の箱を開けてみないとわかんないけど、配列があるのかどうかわかりません。3つ目。お、トゲくん、かわいいね。あ、裏見てなかったね。裏は普通の色紙の裏側です。トゲくんも確か2種類ありましたよね。あ、こっちはあれなんだね。次、せーの。じゃあ、五条先生です。こっちはマスクしてる方の五条先生。もう一個が外してましたっけね。そうだ、よいしょ。はい、次、せーの。
じゃん、お、パンダパンダかわいいかわいいですね。うん、1、2、3、4、5、せーの、じゃん、お、スクナです。おお、スクナにこの箱押しはなんか似合う感じですね、この筆の感じとか。うん、かっこいい。次、せーの、じゃん、お、マヒト。もうマヒトもかっこいいけど、この顔はね、ちょっとね、もうちょっとかわいい感じのマヒトは好きだけど、こういう感じはね、ちょっと怖いですねうん、よいしょ。では折り返しかな。せーの、じゃん、お、ユージだ。うん、こっちのユージもかわいいです。次、せーの、じゃん、お、ゲート。ね、なんかね、うん、せーの、じゃん、お、めぐみです。こんな感じです。うん、なんだろう、このゲートもそうだけどさなんかちょっとね、この微妙なカットかなっていう気もしないでもない。なんかもうちょっとさ、かっこいいところあるじゃんみたいなそんな気がしちゃうんだけどな。まあいいや。せーの、じゃん、お、五条先生です。じゃあマスクなしの方ですね。うん、次、野原ちゃんが1枚も出てない。せーの、じゃん、お、出ましたね、野原ちゃん、かわいい。これさ、全身があるやつだとさ、こう足を曲げてさ、ピョーンって跳ねてるんですよね。これその絵柄ね、全身だと可愛いんですけど、アップでも可愛いです。うん、次、せーの、じゃん、お、トゲくんです。うん、ね、どっちも可愛い。次、せーの、じゃん、お、のばらちゃんです。こっちののばらちゃんはかっこいい感じですね。うん、もう画数がやばくないですかこれね、うん、次、せーの、じゃん、お、まきさんです。うん、で、まきさんもなんかもうちょっとかっこいいとこあったじゃんみたいなこれも全然かっこいいんですけど、うん、せーの、じゃん、お、めぐみです。こんな感じですね。ぬえ、うん、ってことは、あ、数え間違えたかな、 1,2,3,4、 あ、こうだね、こうが半分で、こうか、こんな感じですね。一応一番手前がこちらで、で、順番通りにこんな感じで入ってました。で、配列があるかどうかわからないんですけど、気になる方は参考程度にしてください。でですね、こちらのね、五条先生実はゲットしてたんですけど、ちょっとね、開封する機会を逃してしまって、うん、そのまんまなんですけど、まあね、いつか機会があったら一緒に何かと開封するかもしれません。うん、開封しないかなね、結構もう時期過ぎちゃってますもんね。うん、うん、ね、ということで、ビジュアル色紙コレクションの開封でした。最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバーイ。